お前、どうしてここに？まさか、里で何かあったのか？なんだ、そうか。脅かすなよ。てっきりあの賊がまた姿を現したのかと思ったじゃないか。これから至急大阪城へ向かうことになった。数だけ友を頼む。大阪城へ、どうしていきなり？それについては道すがら説明しよう。殿の支度が整い次第出立する。やけに切羽詰まってるらしいな。わかった。そんじゃ三成の支度ができるまで待つことにするか。お前は里へ帰ってろ。何か面倒な事態が起きたみたいだからな。待たせたか。それでは早速大阪城へ向かうぞ。お前は確か鬼の娘だったな。ここに一体何の用だ。ここはお前のような者が来る場所ではない。さっさと鬼の里とやらへ戻れ。馬がまだ来ぬようだな。何をもたもたしているのだ。申し訳ございません。今確認してまいります。いや、私が行く。お前たちはここで待っている。なあ、俺もよくわからんが、何か面倒なことが起きたらしいな。切羽詰まってないことからすると、戦じゃないことだけは確かだと思うがな。賊のことかというとどうだろうな。詳しい話を聞かないとわからないが。言っておくが、おかしなことは考えるなよ。これから本格的に戦支度が始まる。ここにいたら巻き込まれるのは確実だ。今回の護衛の仕事が片付いたら、八瀬の里に連絡を入れるから、お前はこのまま帰れ。一緒にって、ついてきて、何をするつもりなんだ。あの賊がここを訪れたのはたった一度だけだ。それ以降は姿を見せていない。お前が一緒についてきたとしても、賊が現れる可能性は低い。無理についてくる意味はない。どうしてそんなに必死になるんだ。大阪では何が起こるかわからない。そんな場所に同行する意味がどこにある。俺のことが信用できないのか。このまま放っておいたら二度と里に戻ってこないとでも思ってるのか。心配？
殿のご支度が整ったようだ。早速大阪城へ向かうぞ。どうした？何かあったのか？いや、何でもない。馬の支度ができたんだな。それじゃあ行くか。何やら込み入った事情があるようだな。無茶を言うな。お前の気持ちはありがたいが、俺たち鬼の事情は三成や左近には何の関わりもないことなんだ。同行なんて許されるはずないだろう。わかった。殿には俺の方から話をしておこう。左近、いいのか？人であろうと鬼であろうと、仲間を思う気持ちに変わりはあるまい。それにこの様子ではたとえ許可を出さなくてもお主のそばから離れるんだろうしな。礼には及ばん。殿には俺の方から話をしておこう。ついてきてくれ。大阪城へは馬で向かうことになるが、お主たちの足なら追いつけるな。ったく、里でおとなしく待ってりゃいいのに。なんでわざわざ自分から危険な目に遭いに行こうとするのか、俺には理解できないぜ。ま、何にせよ、ついてくるってことが決まったんだ。お前のことも守らないとな。相変わらずだな、お前は。